決戦前夜インタビューということでよろしくお願いします。お願いします。あの NTV のいつものやつじゃあお願いします。あーどんなんやったっけ。忘れるわ。イエーイ。もう全世界の皆さんおはこんばんちは。どっちやどっちやどっちやこっちか。NTV イエーイ。あ、じゃあこっちか。そっちですね。結局こっちや。はい。どっちかわからんの。もう久しぶりでね、どっちがわからんようになりますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやーもうなんていうんやろう。改めてなんかこう周りの人のありがたみをもうひしひしと感じてるかな。でそのなんやろこのレゲエシーンのこの大きな愛に包み込まれてもう。毎日泣きそうです。そうやな、まあ、あのコンバットのインタビューでも言ってましたが、まあ、あのいろいろねあのお騒がせしたお詫びというかね、そのシーンに、何か恩返しというか お詫びの意味でなんかみそぎができるとしたら、まあ、みんなに喜んでもらえるようななんかコンテンツを提供することかなと思って、でまあそれで、まあ、個人的にもね、コンバート運営の、まあ、運の師にはすごく世話になったから、そういうこう、まあ、恩返しってわけじゃないけど、まあ、何かねほんま何かの形で返していかないとちょっとその言葉とかはなかなか伝わりにくいし、ちょっとまあなんかそういうね行動で示せたらなと思ってで出ようと思いましたね。とね、相手こうどうやって決まったかはちょっと言われへんけど、まあその時は決まってなくて何人かねその候補があったわけですよ。でそっからまあ運営側がちょっとじゃあ俺の意向っていうよりかはその急なことやったんでね、いろいろスケジュール的なこととかもまあありまして、まあそういうのもいろいろあってジャンボマーチ先生に決まってるわけでございます。はい、いややっぱね改めてこうやってやるってなってああいうまあ曲のねやり合いとかもあるとやっぱりね、うわすげえやつなんやなっていうのをこう再確認ぐらいの勢いでもう無理やり確認させられてる感じやけど、やっぱ毎回驚かせてくるし、うん、そこはねすげえなって思う。素直にね、うん、まあもちろんそうああいう写真のセンスとかなんていうかな、そういうことも含めてなんかねやっぱハイセンスですげえなって思うかな、うん、あれね、うん、明らかに お互い20代やと思うねんけど、めちゃくちゃ若かったですね。めちゃくちゃ若いよね。俺なんかもう、ま、ほんま誰かちょっとようわからんみたいになってたけど。あれな、ほんまにだから20年以上前でしょうね、余裕で。写真撮るっていう習慣がなんか習慣づいてなかったのもあるかもしれんけど、意外とねないんよね。でもなんか実家とか行ったらちょっとはあるはずやねんけど、なんかまたそういうのね、そういう機会、せっかく機会があったからちょっとディグってもよかったけどね。もしまた機会があれば、そうですね、MTV で、あ、うまいね。お願いします。はい、秘策、まあ正直ないかな、秘策は。やっぱやってみな絶対わからんとこあるし、相手あってのことっていうことで、で相手が言ってきたことに
こっちがどう返せるかみたいなとこもあるやん、クラッシュって。だからね、なんかこう自分でイメージはしてるで、こんな感じになるかなみたいなはイメージはしてるけど、今までこうクラッシュ何回かやってきてイメージ通りやったことなんて一回もないし、だからそこはまあ秘策というよりもどんだけまあ準備していけるかっていうとこやから、うん、その準備はまあしっかりはやろうとは思ってるな。でどれだけ準備していってもまあおそらくこれまあ想像を超えてくると思うから、ジャンボとかは。だからまああくまでね、俺の頭の中でイメージしたものでしかないから、おそらくねもうやつはそこを超えてくるんで、まあ秘策があったとしても、それがその本当に秘策なのかどうか、それがほんまに効くのかっていうのはやってみな分かれへんやんか。そうそう、だからプランはあるけど、まあ、特に秘策っていうのはないかな。ちょっとあの関係ない話になるんですけども、うん、団長が社会不在の時に、うん、J-REX さんが、団長の替え歌を歌ってたそうなんですね。ほう。でしかもそれが下ネタだったそうなんです。もう一人のミスター J に一言お願いします。いやもうそれはもう本当ありがとうございますプロモーションしていただいていやね、ほんまそういうこのシーン全体のね愛をこういろいろ感じてるわけですよ、こう帰ってきて。でまあね、俺自身ちょっと先どうなるかわからんっていう状態やけど、まあ、それでもみんなこう温かくね迎えてくれて、でも J がだからこうやっていじってくれるっていうだけで、芸人やとしたらそれはすごいありがたいことやし、うん、素直にもこれはありがとうと言いたいですね。ちなみにミスター J へ次ぐネバーダイの曲を聴いて、うん、俺のことかと思ったそうですバレたんかと思ったそのいじってたんが、そうです、せやな、あいつもミスター J やから、そうなんですやな、どっちか言うとあいつの方がミスター J やから、そうですね、せやな。ハチについて、はい、お願いします。いやもうそんなんいらんねん返していらんねん、何返しとんねん。使い勝手とかちなみにどうでしたかそれはまあ良かったよ、日本製のね安物とはいえ。なるほど、ありがとうございます、はい、そうやね、もうコンバットも、5っていうことで、みんなもこうなんていうかな、 DJ クラッシュみたいなのにね、見慣れてきたというか、そのねもう、まあ、DJ クラッシュってこんな感じなんやっていうところのこうもうまあ言ったら慣れじゃないけどが出てきてると思うんで、ここらで一発、うん、まあ今までのものを覆すことはないけど上回るようなものを、絶対見せたいと思ってますんで、楽しんで、帰ってくださいっていうことかな。おかげさまで結構ダンスライブの、オファーが、結構来てまして、曲やろうっていうのもすごいたくさん声かけてもらってて、まあ、とりあえずね音楽作るしかできへんのでみんなのとこに、届いた時に、まあ、NJ と頑張っとんなと思ってくれたら、まあ、それはそれでいいと思ってます。やっぱさジャンボマーチクラスになるとそのこの前哨戦の曲のやり合いなんかもさもう半端ないレベルやから、もう半端ないクオリティのやつ来るから、ほんまねもう嫌になっちゃういやほんまもうやりたないわって
もう表も正直、まあ、これはね、周りの裏方さんいろいろ、映像つけてくれる人とかさ、もちろんスタジオでレックしてくれるエンジニアさんとかもそうやけど、いろんな人をこう巻き込んでこれが成立してるんでね、その人たちにも本当リスペクト言いたいですね。うん、いやほんまね、言われてみって、ちょっと言われてみってなる。そうですよね、みんな一言やからええけど。んと、あれはなんかなんていうかな、まあ決意表明じゃないけどさ、なんか書いてたらそういう感じになったから、先あげたいなと思って、先出したいなと思って。でもあれだ、これだけはさ、その相手がいつ上げてくるか分かれへんから。そうですね、うん、まあなんか超急いで作って、まあ、インスタントな感じにはなってしまったけど、うん、まあでもなんていうかな、こういい感じに SNS なんかも盛り上がってて、うん、いい感じやと思うんで。そうですね、まあとりあえず明日は楽しみやね。もうなんか月並みやけど、もうここまで来たら何ができるってないから、もうなんか楽しむしかないっていうか、かな。まあ必死のパッチの殺し合いやけど、まあ、そこでも何かこうなんかこのどっかに余裕があってやれたら、楽しんでやれたらいいかなと思います。はいはい、NTB ファンの皆さん、そしてコンバットファンの皆さん、レゲエファンの皆さん、音楽ファンの皆さん、明日頑張ってくるんで、楽しみにしといてください。そして、まあ終わってから、楽しい美味しい、ビール飲みたいと思います。本当に明日はもうどうなってるんでしょうね。もうそれは、神のみぞ知るってやつで、明日楽しんできますんで、皆さんも、楽しんでくれたらいいかなと思います。それでは NG ヘッドの決意表明でした。あ、決意表明ちゃうか、NG ヘッドの決戦前日ド緊張インタビューでした。ではピース。コンバット5DJ クラッシュ、ペイパービュー配信中。地方と自爆で買っただけ、それ以外の感想はあったかね。とりあえずお帰り、無駄に死にたくないなら、てめえ調子良すぎなんか、犬みたいに尻尾振ってこっちチラチラ、何も知らないのにシンプルフルしていつもニヤニヤしやがって。チューナバトゥーデーク、ポセビレアビデフェンセア、またチューブのカバー。バンバラバンバン、コンバットに誰が来て、ギミリミス、バンバラバンバンの庭の中男児、天にただの下ネが DJ、それじゃ勝てねえ、それじゃ勝てねえ、喧嘩じゃ全然俺には勝てねえ。せいぜい味付け頑張れよ、所詮調味料メインにはなれねえ。ギルショック Just like us、 マナサーチャラオでインカの DJ、誰が興味あんねん。余計もんばん、シニブローザ叩き止め、頭から思っとかなす上げ、反発入れずに畳みたい。4月の2日、今夜がピクの引退記念日です。テンテンテン、やるなテンテンテン、気持ちで探すテンテンテン。見逃し配信は4月9日まで。